こんにちは、笠井誠二です。これからご覧いただくのは地歌舞伎勢ぞろい公演、岐阜市にあります岐阜清流文化プラザ長良川ホールで令和3年7月11日に行われた公演。出演なさったのは江那市の東の歌舞伎保存会の皆さんです。取り組んだ作品は名作です。奥州足立ヶ原の3段目玉城宮秋御殿の場、一面降りしきる雪の中に登場してくる盲目の母袖萩、そして幼い娘お君、その別れ、さらにこの御殿の中で繰り広げられる兄弟あるいは親子夫婦の別れ、悲劇が描かれていきます。歴史絵巻をどうぞお楽しみください。どうも皆さん、こんにちは。ちょっと大きい声で言わないように、皆さん、これがこう場面場面で、多分こう感動したというところは、大きな拍手でお願いしたいです。本来なら大向こうとか、小比殿とか、そういうのが地歌舞伎の一番大醐味ですけれども、そういうのができません。すいませんけど、よろしくお願いしたいと思います。私、ちょっと説明を取りましたけれども、東の歌舞伎保存会の方々と言います。この清流プラザでやる本当の地歌舞伎は昨年一応やる予定でしたけれども、コロナの関係でちょっと延期ということで、やっと今年ですね、なって、なんとか皆さん、こういう観客を入れて、6月20日までは、マンボウの関係で、なんか無観客ということでしたけれども、やっぱり皆さんの温かい拍手があってですね、役者もすごく張り切ると思います。いつもよりは多分演技できるかなというふうに思っております。それと今回ですね、ちょっとお話ししたいのは、やっぱりコロナの関係で、本来でしたら7時から稽古を始めて、9時半頃まで2時間半一応稽古して、一応そういうようなことをやって通し稽古というのがあるわけなんですけれども、どうしても午後8時までの施設利用ということでですね、集まって7時に集まって、まあ8時というのはできないんで、どうしても早めにということで6時に集まろうよということでやりながら2時間予定をしてたんですけども、全員が集まるわけじゃないんで、7時頃に全員集まってですね、投資稽古やっとできたのもですね、6月23日が第1回目で、7月3日、これが第2回目、そして今日の午前中のリハーサル、そういうのがやっとできて、3回一応投資稽古ができたという状況です。ただ、役者はですね、4月から稽古を始めて、昨年一応全然こういうようなことができないということでですね、4月から稽古をそれぞれ場面場面で過去の DVD を参考にしてですね、見ながら一応やり始めましてですね、まあ10回ぐらい4月5月ということで、セリフの読み合わせ、それとか振り付けなんかもやりながらやったんですけども、通し稽古をやることによってもやっぱりこの雰囲気というのがやっと分かりだしてですね、ここ2回今日の3回目でなんとなく、それとあとはですね、太陽さんも本来リハーサル、前日にリハーサルやって本番というのですけれども、今回1日ということでリハーサルをやってからのやっぱり生の太陽さんの声でやることによってのやっぱり歌舞伎の緊張感とかそういうのが結構出てくると思って私が聞いてたんで、もう皆さんこのようなですね、観客が入っていただいてですね、そういうことが要は役者に伝わってくるといいなというふうに思っております。今ですね、ちょっとこういうような時間稼ぎみたいなことやってるんですけれども、やっぱりこう何ヶ月ぶりかということでですね、うちらの方もですね、なかなかうまくできてなくてですね、ちょっと遅れていますけれども、そういうようなことでですね、一応今回歌舞伎をやるにあたってですね、いろいろな試みとかそういうのがまた入っておりますので、
今日は一日ですね、半日ですけれども、見ていただいてですね、また感想をいただければありがたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。じゃあすみませんけれども、拍手でよろしくお願いします。お待たせいたしました。この太鼓の音は雪が降る音です。上手から幕が開きました。たださえ曇る雪空に、この御所の周りは雪でいっぱい。雪の白さと同じ梅の花が上手にほころんでいます。蝶子鉢の上にも雪が積もっています。下手側左の腰葉垣の向こうの松にも雪が。梅が咲いている、新しい年が明けた、まだまだ寒いある一日、その寒さをより深く感じさせるのは、この館の主玉木の宮という帝の弟少年が門分かされて行方不明になっているため。この家を守っているのは玉木の宮の森役をしていた賢城直方、そして妻の浜優老夫婦が自分の家から離れてここで留守の主人を待っている、そういう家だと思ってください。不憫や遅ではとぼとぼ、遅で袖はぎという女性が娘に導かれて登場します。赤い着物を着ているのはおきみという娘、伊藤蘭さん6年生、杖に引かれている盲目の母親袖はぎ足立一子さんです。降りくる雪に濡れないように手ぬぐいをかぶりながら盲目の骨敷きをしている親子、この少女は10歳ぐらいです。足を取られます。なぜこの館にみすぼらしい二人がやってきたのか、実はこの家を守っている賢城直方と浜優夫婦は袖はぎの両親、
おきみはその孫だったのです。父の命が今日限りと聞いて心配で駆けつけてくるんですが、感動されている袖萩、対面はかないません。帝の弟が行方不明になった責任を取って今日切腹しなければいけない父上の父親の身を案じて、袖萩は娘を連れて尋ねにくい御所の中を訪ねてきました。目の見えない袖萩、賢いおきみちゃんは番をしている人が寝ている間に入ってきました。庭先の門口がこの小芝柿、杖で叩いています。この柿一重が黒金の、普通の人だったら戸を叩いて出入りできるのに、感動された身の上、この柔らかな柿一重が黒金、鉄でできているようで私は通ることができない。なぜ感動されたのか、親の許しを得ない男と結婚してこの子を持った罪、武家社会の習い、親の許さぬ恋愛は感動、その挙句目を泣きつぶし、さらには否認の姿になってしまったという運命です。自分の運命を嘆く雪の中での袖萩、背中から見守るおきみ、火の外もに誰やら人声、女子どもはおらぬか、女子父親の賢治を直方、言いつつ自身岩の大も外には、小島陽一さん、門口越しに外を見ると娘は見えません。
さすが父親、みそばらしいなりでも気づきました。何の御用と言って出てくる腰元を従えた妻浜優。何ぞいの。いや、何でもない。見苦しいやつが背負って、腰元殿、はよ追い出せ。何をきょときょと言わっしゃる。犬でも入りましたか。何浜湯小栗千鶴子さん。腰元沖縄愛さん、伊藤蓮美さん、母親も娘に気がつきます。10年以上会っていません。それでも娘の姿はわかります。見えなくても母がそばにいることを袖萩は知りました。おしさ、ろくな暮らしはしていないだろうとは思いながらも、こんなにみすばらしい姿に、それも召しいてしまうなんて。母親は会えなかった10年、その深い悲しみに暮れます。でも旅外な物もらい、中元衆にはもらわいで、お庭先へむさ苦しい、とっとと出会いのとせり立てられ。入ってきてはいけない奥御殿。はて、しつこい、出会いのと女中の口打ち。やれ、待ってくれ、おなごども。そこの子どもらい、お足が欲しくば、なぜ歌を歌わぬぞ。願いの筋も何なりと。母親は少しでも娘のそばにいたいので、腰元たちは娘と気づいていません。傘で打つ真似をして、
三味線で歌を歌え、物乞いの芸人のその姿を見せなさいと言います。コミュニケーションを少しでも取りたい。御勢と言いますね。目が見えない、でも生計を立てていくために三味線を弾きながら歌う西門歌。これからの場面は袖はぎが三味線を弾きながら歌うという姿を見せる袖はぎ西門という場面です。西門歌にこと寄せて自分の身の上を語る部分。路銘をつなぐ風呂糸に、生計を立て命をつなぐためにみすばらしい三味線を弾いて、娘は雪が降りかからないように手ぬぐいで傘をの代わりをします。右側の母親は腰元に傘をささてています。雪の中の情景です。ここからが西門です。親のバチと三味線のバチって言葉がかかっています。今の浮き身の恥ずかしさ、関心がなさそうに振る舞う父親も実はこの歌に聴き入っています。今の浮き身の恥ずかしき、母様の両親の気に背いた報い、若気の至り、両親の許さぬ男と恋をして結婚して家出してしまった。そうして出会った そういう男を偽の妻と言いますが、偽の妻にも引き別れ、なんと今は一緒に暮らしていません。夫が行方不明です。それで泣きつぶしてしまった目、夫がいない盲目になった中で哀れにもこの娘を育てています。身の上話が終わります。
そんな目なし鳥の私、今ぜひ両親に言いたいこと、実はこの横にいるのが私の娘なんですということです。つまり二人の孫。健丈も浜優もこの子が孫なんだ、初めて知ります。指でおきみちゃんは数えています。年が明けたばかり、ようやく11歳、数えですから10歳ですね。小学校4年生ぐらいでしょうか。袖萩は三味線を弾きながら、こうやって子供を持って初めて両親の恩というものを知りました。娘を制したのは腰元たちに知られたくない、こんなみすばらしい孫がいる事実。しおり門を挟んでの祖母と孫の初めての出会い、遠くから眺める賢治を直方、皮肉な出会いです。にくいところを訪ねてきたのはこの子を紹介したかったから。身を乗り出す賢治を、浜優も戸を広きたい。しかし、奥には阿部の中納言、そして源義家などの客人が来ています。腰元たちに聞かせたくない内容、それよりも身に迫った大事がある賢治を、まだしもと思いのほか、今
置きどころがなさぬは見事、恥面も構わずよく失せたな。ただしは親への面は手に、わざとそのなり見せに失せたか。あらここな、憎いやつめ。と怒りの声。袖はみ悲しさ。優しい母と厳しい父、賢秀に責められて、来られる身の上ではないけれど、気がかりが一つ。この前の場面で父の噂を聞きました。この子に罪はないのだから、お父さんお母さんどうぞ一声かけてやってほしい。それが一番の願いで、気にくいところをやってきました。そしてお父さんの身の上も案じています。さっきはおばあさんと言いかけたおきみが制されて、今では奥様、旦那様と自分の祖父母に呼びかけている哀れな孫。袖恋言葉です。
列演です。してしまう娘、気をかけてやってほしいと浜優はすがりつきます。しかし男健丈、父親は厳しい物言いになります。太郎義家の妻北の方、義家は屋敷の奥に今日は来ています。ゲスゲロウと蔑まれました。黒沢左中と名乗った夫、実は本名のことが書いてある文書を持っているんです。これを見てくださいと、おきみから浜湯へ、浜湯から健丈へと取り継がれます。決してゲスゲロウではありません。そこにある名前は、
阿部の貞と奥州の名門そして懐から出すもう一通の文書これが誘拐犯の手がかり玉木の宮を角分かした者の関係の書類を見比べます同じ筆自分が窮地に陥っている玉木の宮の事件の犯人がこの袖萩の夫が関係者だと分かりますこっちへ来やれはてさて来やれというに鋭きことばに袖萩はこの事実を知りません賢者はすべてを理解しました自分が窮地に陥っている裏には阿部の貞藤宗藤兄弟の動きがあった玉木の宮を誘拐したのも道の国別の窮地を作ろうという企みと呼んでいますハマユーもそして健丈も胸にいつもつありながら奥へ入っていきます消した両親をいぶかしみます袖萩はお父さんのその今日の危難について詳しく知りたいしかしもう庭には座敷には誰もいない再び雪が降り積もります二人取り残されそこに寒さが募ってきます糸立てというご座のようなもの二人が雨や雪をしのぐために持っているもの先ほど鳴った鐘が暮れの鐘庭濡れ下着の足垣やしきりに降る雪こうやって私たちを苦しめる雪と寒さはお天道様の憎しみなのだろうか罰などの罰なのだろうか庭先でどんなに寒さに震えていようと
大切な恩になった父親の運命のことを詳しく知りたい。私はこの庭から去りません。娘の絶叫です。門口を打って手を痛める袖はぎ、寒さと痛み、日が暮れて寒さが募ってきます。今の三味線のツンという高い音、これが袖はぎの苦しみを表す音。差し込み、持病の尺が寒さで起きました。苦しむ母親の背中をさするおきみ、悲しみと寒さと辛さでこの尺が起きました。刺する背中も釘氷、釘が刺さるような氷の寒さ。その中で背を向けたおきみが着物を脱ぎます。その着物を寒がってるお母さんに着せます。涙片手に我が着るもの、一重を脱いで母親へ、着せてしょんぼり白雪をすくうて口に含まする。今雪で着付けの水をお母さんに差し上げているという娘の優しさ。おくみちゃんは上に着ていたものを脱いで寒さが募っています。でもお母さんを助けたい、その一心で自分の着物を着せました。ようやく気がついたお母さん、私はこんなに寒い、私は暖かい、手は冷たい、着物を触る、これで気づきます。娘の着物を着ていました。親なればこそ、子なればこそ、聞かせどころです。なんで私のようなものにこんな立派な子ができたのか、抱きしめ抱きしめ、ありがたさで泣きます。すると母浜優が打ち掛けを投げました。
すべて聞いていたんですね。町人の世界だったら駆け落ちなんて何でもないのに、武家だからこそこうやって会うことができない、抱きしめることができない、お互いの身の上を嘆きます。後ろ髪を引かれる思い、親子一世の別れ。夫健丈も奥の間で詮議に遭い、大事件が起きている最中、身が引き裂かれる思いの浜湯。母心。祖母から与えられた打ち掛けにくるまっているおきみ。ほっと一息ついている親子の前へ。人物が登場。後ろ手で縛られています。罪人です。八幡太郎義家に連れられて、ここで詮議を受けるために来た罪人。阿部の宗と、先ほど名前が出た袖萩の夫阿部の貞藤の弟です。これが南米という漁師に姹を変えて、手水鉢の角で縄を切ります。この貞藤も宗藤も力強い武将です。身分を隠して忍び寄っていたのが、別の罪で捕まってこの家に連れてこられました。それは鶴を殺した罰。鶴は天下の鳥。怖いことはない。おじいちゃん、おじいちゃん。何おじいさまとはいえ、そちがおじの、おじいちゃん。宗藤殿とは夫貞藤殿の。阿部の宗藤、桐山聡子さん。
初対面です。お君の弟千代道、なんとはしかにかかって亡くなってしまいました。次々に襲いかかる不幸を、とんでもないこと。ただし、なお方が首切るか。さあ、それは。さあ、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 兄嫁、返事は。無理難題。八幡太郎側についている袖萩の父賢治を殺してくれという夫の弟からの頼み。懐から懐剣を出します。それを手で殺してくれ。声がします。八幡太郎大将義家の声です。そっと隠れます。ここは漁師南米に戻る姿です。八幡太郎義家千堂真理子さん。ご覧になっている皆さんは宗藤というセリフを聞いていますが、八幡太郎はあくまでも鶴殺しの犯人南米だと思っているんです。さあその首に赤い紐で金の札、これが全国に放った鶴にかけられていた金札です。鳥類の命さえおもんずる我が心、言わんやったらしき勇士、命を助くり、それこの札、公平五年、源義家、これを放つと書き記せば、この上もなき関所の切手、私の傷は切り裂いても、武将の息のかかった難事、つなぎし犬も同然。日本国中、鶴を殺せば死罪です。しかしその鶴を殺して金の札を奪ったのは、先ほどの千代道の病気を救うためにお金に換えるということと、捕まってこの館に連れてこられるために殺しました。しかし義家は大将の風格で無罪放免の
印として首に金札をかけました。あくまで漁師が罪を犯した、それを許すという形で南米はこの場を去っていきます。皆さん女性なんですよ、この方すごいですよね。夫の最後を浜優が、結局玉城宮が行方不明になった責任を取ってこれから切腹することになる夫の健丈直方、参謀には普通腹金刀を乗せますが、ここには白梅とその先に矢の穂先がついています。その矢尻は先ほど南米で逃げていった宗藤の肩にあったあざを切り裂いた矢尻、そして白梅は中納言が持参した白梅、これで切腹をしろという勅命です。父との別れの前に袖萩は父親を殺せと命令されたにもかかわらず、おとなしくおきみと並んで庭先に座ります。南米が開けていった扉、再び賢者は白装束で娘を一回見てから掛け金を下ろします。切腹するその矢尻は実は前9年の駅に安倍の貞藤宗藤の兄弟の父安倍の頼時を狙った矢、その矢先なんですね。それを桂中納言が手にして、これで切腹をしろという謎かけ。そして袖萩があの会見で自分の腹を刺しました。親子同時の切腹です。娘の死を知りません、むしろ自分の声を覚えておけと袖萩に呼びかけている父心。お父さんの心が和らいだのかと安心をする死んでいく袖萩。Oh.
互いに聞き納め。せずして父と娘同時に命を落としてゆきます。この賢者の死を見届けに来た賢士役、桂中納言紀氏、以下側体の黒装束勅使として検視に来ました。天朝に達し申すべし、帝に報告します。賢者直方は弟の玉木の宮を失った罪、そして娘袖萩はその犯人と目される貞藤と縁組をしているから死ななければいけない。娘が時代の歯車の中で命を失ってゆきます。次長が二人出てきました。この二人、先ほどの腰元の二人なんですよ。早変わりです。沖野愛さんと伊藤蓮美さん。高貴な衣装に合うポクリ履物を用意しました。桂中納言宣氏はこれから全てのことを見届けて宮中に報告のため帰ります。突然響く陣鐘の音、びっくりする紀氏。こんな静かな御所に突然聞こえるこの響き、これは戦が始まる様子、あるいは曲者を捕まえるための取り手の音と考えてください。なぜ静かな玉木の宮の秋御殿にこんな鐘が響くのか。
走り始めた乗り打ち。履物を脱いで花道にかかります。袖を巻き上げて急に態度が変わります。新しいセリフになりましたと、コロッと変わります。これが公家の姿。一人の人物に二つの素顔。その乗り打ちに向かい、一間のうちより高らかな声、阿部の定党に献参。次長が衣装を変えてこの乗り打ちにかかります。実は中納言の家来に見せた次長は義家の家来でした。そして八幡太郎の登場。何をもって言うよ、よしおろかやさだと、このよしえ天元通話へ誰とも、弓矢の道には賢きそれかし、次鶴大社の右に八は中納言と名乗り至るその時より、島育ちの飯舘に歌呼ばず歌よらず南城市へのご残なれと、つづく年齢を看護は我幼き時見覚えし、阿部のより時に作法にたり、さてこそ皆の本行へ。頼時は宗藤定党の父です。宝剣は三種の神器、ここに白旗が掲げられます。これはこの段の前半で源氏の白旗に文字が書いてあります。梅の花に置かれて我が顔を見覚えたるかと書けたのだぞ、早くも誘ってこれこの歌、我が国の梅の花とは誰どもと
我が国の梅の花とは蜜れども、この文字を書いたのは先ほどいなくなった南米こと宗と自分の血で書きました。つまり今捕まっている範氏を兄と問うた歌なんですね。すべてを見抜いていた義家、いよいよ正体を表す範氏こと阿部の定と、初めての対面に情けらしく見せかけて腹切らせしも千儀の種の一通を取らんがため、所詮はかりごと虚しくなる上は親の敵の八幡太郎。あの懐から奪って手紙です。向かいの勝負して運を知事に決してくれん、人たちに言おうか、二通の書状は自分の文字、そして定党と書かれている。誘拐の犯人の証拠、それを全て奪うために腹を切らせということを言っています。衣装が変わって義家に詰め寄ります。その方が一命は玉木の宮と宝剣のありか、せむりともよもや白状はいたすまい、手だけを持って尋ねいたす、それまではいつまでも助けを命ながらえ自説を待って、戦場での勝負はなぜせぬぞ、今無事にして親鳥と気が大門は無にするか、なの情けは相互い、夫婦の操も節義は一つ。
帝心あつき袖はぎが最後の際の一言は祭祀に言葉をかけよかし。それお君お君はこの佐田党の子供です。力強い佐田党、親子の愛の前ではハラハラ涙。命を失った妻、袖はぎ、そしてこの娘、戦が妻と子供を犠牲にしている男の嘆き。おつる涙は雪解けて水かさ勝るごとくなり。義家はこのお君を養子にしよう。敵味方は関係ない。この義家の妻が袖はぎの妹ですから、養女に迎える。この懐の大きさ、矢が刺さりました。さあ花道から登場、先ほどの南米、実は宗藤です。この竹で作った弓で打った矢が、皆さん見えますか？手水鉢のちょうど上のあたり、柱に刺さっています。どんげまさりの親の敵の八幡太郎。さあ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 勝負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 サラとお宗と兄弟が揃って義家に戦いを挑みます。すると兄サラとは、白旗を手に取って、八幡とはやつの旗、この白旗をまんこのごとく手に取らば、八幡が首引っさげんは案のうち、しきたえの身には大切な夫婦の縁の。白旗は源氏のシンボル。大事に召され、浜湯殿。えっ、今年も終電旗手に来い、中殿の左右の妻を通じて義家と佐良党は義兄弟です。片や源氏、片や安倍一族、
敵対関係にあるけれども娘を養女にしてくれた。その感謝で白旗を預けました。そして安倍一族はこの赤旗です。戦場で再会するときにはこの旗を押し立てて戦おう。安倍家の総領としての覚悟を示します。見事な姿。まずこの場は一人に向かって中納言範氏殿ご苦労と声をかけました。つまり目の前にいる定藤を中納言とまた戻してこの場を逃れさせる考え。戦場での再会を訳し中納言の冠を渡します。この場で決着をつけず戦場で正々堂々と戦い合おうというこの二人。復帰った定藤の本性を表す衣装から再び公家装束。着する冠装束も故郷へ帰る袖たもと。冠をつけようとしても落ちてしまいます。に別れたばかりのおきみが泣きながらお父さんの後ろ姿を追いかけます。袖はぎという母を失ったおきみは父の袖に取り付いて名残を惜しみます。それを打ち払う父定藤、今度は帯に取り付きます。
おきみちゃんに拍手です。母と別れ父とも別れなければいけない痛いけな少女。安倍一族の最高を期す定藤宗藤兄弟。そのシンボルはこの赤旗。甲州安達ヶ原三段目玉木宮秋御殿幕となります。東の歌舞伎保存会恵那市の皆さんの熱演でした。